んにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。今日は補足の動画というか、新しいコメントをいただいたので、そちらへの、お答えというか、付け加えるような形の動画です。で、何に付け加えるかというと、先日、裏校受験を考えていて、どうするかっていうお話、昨日おととい前々回ぐらいだったですかねの動画でお話ししたんですけれども、お母さんぜひこれ考えてくださいねっていうことで、挫折をいつさせるのか、じゃあさせるとしたらどんな挫折がいいのっていうことで、合格したけど、合格後に裏校レベルだと入った後に、自分より優秀な子がうじゃうじゃいて、自分は大したことないなっていう、このタイプの挫折だったら立ち上がれるのか、志望校を落として別の学校を受けて、でもそこで、最後まで戦えなかったんだよな、裏校諦めたんだよなっていうことが挫折につながって、そこからだったら立ち上がれるのか、3つ目、裏校最後まで、頑張って、裏校を受けたよ、でも不合格で負けちゃったっていう時、その挫折から立ち上がれるのか、ね、ご自分のお子さんだったら、どのタイプの、お子さんですか、どの挫折からなら自分で立ち上がることができますか、そこをぜひ考えて、志望校選びの、参考にしてくださいねっていうお話をしたんですね。で、その後この、お母さんだと思うんですけれども方からお礼のコメントをいただきました。わざわざご丁寧にありがとうございました。ぜひ参考にしていただけたらと思います。で、ご検討陰、ながらお祈りしていますので、裏子を受けるにせよ、志望校変更するにせよ、どちらにせよ、納得のいく受験が終えられることをお祈りしています。で、このお話の続きで、ここからが今日のお話なんですけれども、こんなお話をツイッターの方 の DM でいただきました。うちの子勉強しないんですけども、挫折させた方がいいですかっていうお話です。で、かいつまんで言うと、少しレベルの高い高校をわざわざ受験させて、でそうすると不合格になるだろうから、不合格になれば挫折して、でそこから、勉強するようになりますか、こんな話をいただきました。で、私読んでて意味が最初わからなかったんですけれども、読み進めていくうちに、こういうことなんだろうなっていう理解をして、で、これは挫折ではないですよっていうところがまず言いたいです。これですね、不合格になればがっかりして、がっかりはするでしょう、でもそれは挫折じゃないよねっていうところです。で、がっかりして勉強するようになるかもしれないですし、相変わらずかもしれないですし、それはわからないです。で、挫折というのは、私が言いたかったのはこういうことです。努力して頑張ったよ、それが裏校レベルだから頑張ってるとか、下のレベルの高校を受験する子は頑張ってないとか、そんなことを言うつもりはなくて、ただその子なりに、そのレベル対レベル対で、目標の高校があって、そこへ向かって頑張ったんだよ、努力したんだよ、でも、ダメだった。で、ダメになるなり方としては、いろいろ種類があるよね。で、前回も、先ほども申し上げた、こんな3種類が考えられるんじゃないので、その後に挫折ってくるよね。で、15歳の時にこの挫折を経験して、で、そこからじゃあどうやって自分で立ち上がっていくのか、で、それがいい経験になれば、その後の人生ですね、目先でいうところの、3年後の大学受験なのか、就職する方もいるでしょうし、いろいろな、進路がある中で生かしていけるんじゃないのっていうお話をしたかったんですけれども、このタイプの考え方っていうのは、手の届かない高校を受験させて、で不合格になるだろうから、がっかりして勉強するようになりますかっていうのは、このタイプですよね。要は今努力してないですよ、でダメだったっていう結果さえあれば、挫折して頑張るようになりますか、いやそれはただダメだった、ただそれだけですよっていうお話になってしまいます。で、よく巷で言われる、話ちょっと変わるかもしれないですけれども、部活やってた子、受験強いよね、部活やってた子は受験も頑張るよねなんていう話、ちらほら聞くと思うんですけれども、部活で特に運動部かなんかで、勝負ごとですね、勝った負けたっていうのが、きっぱり出るような、運動部だと大抵そうなんですけれども
そういう部活をしてきた生徒さんの強さって結局これなんですよね、勝ちたくて努力した、まあ、その努力の程度が、県大会を目指すレベルなのか、関東大会を目指すレベルなのか、全国大会を目指すレベルなのか、まあ、はたまたオリンピックを目指すレベルなのか、そのレベル帯はいろいろあるにせよ、そのお子さん、まあ、県大会に出たいよとか関東大会出たいよということで、努力したで、ダメだったと、でじゃあ来年また頑張ろうということでこう戻ってきてまあ来年まで行かなくても春の大会、夏の大会、秋の大会と季節ごとにありますので、それでここでぐる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 頑張ったダメだった頑張ったダメだったを繰り返して、要はこのちっちゃな挫折を、季節ごとにやってるっていうことなので、そうするとどこまで頑張ればどんな結果が出るんだろう、いい結果を取るにはどのぐらい頑張らなきゃいけないんだろうっていうのが体感として分かっている生徒さんが多いと思いますので、そうすると部活をやって、部活で勝負事をしてきた生徒さんっていうのはその辺に受験でも強みっていうのがあるんじゃないのかな、そんな風に考えています。ですので、今うちの子全然勉強しないんですよね、ゲームばっかりやってて、今何にもやってないお子さんが、ダメだった、それだけじゃただそれだけですよっていうことになってしまうと思います。で、じゃあこういうお子さんどうすればいいのっていうところなんですけれども、私も、はっきりとは分からないですけれども、じゃあいつ挫折するんだろうねって考えた時に、15でまあなんていうんですか、まあ、大抵の子は高校に行くわけで、で、受かりそうなところを受ければまあ受かるわけ で特に埼玉方式っていう、まあ、特殊な方式がある、のでまあ私立高校、まあ言ってしまえば出来レースの受験みたいな形で受験して合格はできるので、そうするとまああちこち受けたけれども、どこも行くところ、どこも全部落ちちゃってどこも行くところがない子っていうのはまあいないわけですよね。ですのでまあなんとなく、頑張った頑張らない、に関わらず行ける高校はあるわけで、でそうすると、3年後の大学受験の時にじゃあ受験をするのか、まあレベル帯にもよるでしょうけれども、まあざっくり偏差値、高校に入学した時の高校のまあ合格ラインと言われている偏差値が、60に行かないところの高校からだとなかなか受験するっていうお子さんは少ないよね、少なくなってしまうよね。でそうすると、まあ、推薦かなんかで大学を決めることになるんだろうね。で、じゃあ次、どんな関門があるかっていうと就職活動、就職試験その辺なのか、もしかしたら、就職した後になのかわからないですけれども、まあ、その辺になってくるともうすっかり大人になってる状態ですので、 その大人になってからまあ、挫折を経験するんだろうね。そうすると、お父さんお母さんとしてはもう大人で社会人として会社かなんかに勤めている息子さんあるいは娘さんに、その挫折からどうやって立ち上がった方がいいよなんていうアドバイスはできない年頃になってるでしょうし、まあ、したところで聞かない年頃にお子さんたちもなってるでしょうし、まあ、そうすると、そこからまあ本当に自分で立ち上がって、まあ、この状態ですね、自分で立ち上がってねって願うだけっていうことになってしまうと思うんですね。ですので、挫折っていうとあんまりいいイメージが湧かない言葉かもしれないですけれども、前回お話しした裏高受験を考えているお子さん、15の時にこの挫折ですねを味わえるっていうのは、頑張った証っていうふうに捉えることもできると思いますので、ぜひそこはですね、大人になってからでもいいかもしれない挫折を15の時に、まあ予行練習みたいな形ですることができる、そのチャンスを頑張ったご褒美としてもらったんだぐらいで考えていただいて、で受験に臨んでいただければ少しは、気が楽になるかなと思いました。で、さらに言うと3年後の大学受験、まあ、裏校に行くっていうことになると、3年後受験することになると思いますので、まあ、そこでどんな失敗どんな、負け戦で痛い思いをしても必ず立ち上がってきてください。
で、今回この挫折させた方がいいですかっていうご質問をいただいた方へのお答えですけれども、まあそれは挫折ではないですよ、まあ温かく見守っていただいて、で、いつやる気が出るのかっていうのはお子さんによって、まあ先ほどの裏子を狙うようなお子さんはもっと前からやる気があったんでしょうし、まだやる気が 出なくて15ではまあやる気がなくて、その後やる気が出るのかもしれないですし、そのままやる気がないまんま行ってしまうのかもしれないですし、もうそれはお子さん次第というか、まあもっと言ってしまうと、もしかしたら私分かんないで言ってるんですけれども、遺伝子の中に何か書かれてるのかもしれないですし、とはいうものの、人それぞれ、頑張る子でも今日はサボりたいなって思う日もあるでしょうし、もしかしたら、子育てもっとちっちゃい頃幼稚園とか小学校の頃の子育てに何かあったのかもしれない、なかったのかもしれない、何が原因なのか、それを、追求していっても、しょうがないことなので、まあ、今現在15歳のお子さんを抱えていて、で全然やる気にならないんだよねっていうことであれば、まあ、今現在のところは温かく見守ってあげるしかないと思いますので、ここから先ですね、少しやる気が出てきた時に、なんていうんですか、そのやる気をですね、そがないように、後ろから少し背中を押してあげられるような形で、もしかしたらそれが資金面なのかもしれないですし、環境面なのかもしれないですし、そんな形でサポートしてあげられるように、ご準備いただければその方がいいんじゃないのかな、むやみに高い高校を受験させてわざわざ不合格を、経験させるっていうことはしても、まあ、意味のないことなのかな、そんな風に考えています。まあ、あくまでも私の考えなので、どこまで正しいのか間違ってるのかよく分からずに私今日は喋っていますけれども、何かの参考にしていただければなと思います。では今日の動画はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。